はい、こんにちは、スカイトムです。今日ですね、こちらね、防犯カメラ紹介したいと思います。いや、もうほんと猫そっくりな防犯カメラだね、ゆるさんね、久しぶりだね、登場久しぶりだね。はい、ということで、こいつはグレーさんなんで違います。はい、今日は、このね、防犯カメラ2つちょっとあるんですけど、紹介したいなと思ってます。もう、どっか行くんですか、グレーさん。もういいですか、興味ないみたいで。はい、今日はね、この防犯カメラ、カメソーラープロっていう防犯カメラで紹介したいなと思ってます。はい、はい、これ、じゃーん、これ防犯カメラ。まあ防犯カメラなんだけど、まあ、見ての通りね、まあ気づいてる人いると思うんだけど、これソーラーパネルの防犯カメラなんで、電源がね、いらない。マイクロ USB についてて、電源を入れてこう充電することもできるんだけど、太陽の力で勝手にね、充電して、カメラ、防犯カメラの役割をね、果たしてくれるんですよ。なので、防犯カメラって今、僕、めちゃくちゃレビューしてるんですよ。とても簡単になったって毎回言うんですよ。電源さえつければ、まあ、Wi-Fi 飛んで、自動でね、画面につきますよって言うんだけど、これは、電源もいらない。もう、好きなところに、ねじてね。はい。こうやって止めればもう防犯カメラとして使います。で、まあ屋外でね、使った方がバッテリーね、内蔵されてるんで充電しながらできるので、僕は屋外につけることをお勧めします。まあ全然ね、室内でもいいんですよ、電源も取れるんで。一応はで、さらにバッテリーが内蔵されてるんで、充電さえしとけばね、なんか3ヶ月ぐらい持つみたいな。まあまあまあ、まあ、こんな感じで、2種類あるんですけど、黒い方がね、画素高いです。200万画素。商品スペックがね、白い方が、解像度が 1280×960 です。で、黒がね、1920×1080 なんでフルハイビジョンね。で、まあ、これの特徴ね。この、まあ、カメソーラー、株式会社塚本無線さんから発売されてるんで、結構いろんな防犯カメラあるんですよ。その中でも人気な種類で、価格もね、リーズナブル、結構安かったですね。はい、赤外線センサーもついてるんで、全く光の光源がないところでも夜でもつきます。で、さらにこれマイクがあるんだね。マイクがあるんで、何か不審者がいたりとか、まあ、そういうのは威嚇でね、喋ることもできるし、音もね、拾うこともできます。はい、ってことで、とりあえずつけてみましょう。で、これを見るには専用のね、アプリを入れてください。専用のアプリで、ちょっと僕がやり方教えます。まずアプリをね、インストールしたら、このカメソーラーのアプリを立ち上げてください。これね、はい、立ち上げます。で、こちらのね、デバイス、あ、じゃあこちらプラスボタン押します。プラスボタンで、デバイスを追加っていうのがあるので、デバイスを追加して、こういう感じに今待機させます。で、本体ね、本体というかこのカメラね、電源をね、オンにして、すぐ隣のリセットボタンがあるんで、これをね、5秒から10秒ぐらい長押します。そしたらちょっと音鳴るんで、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ちょうど10秒や。でもこの音が鳴ったら、赤くね、点滅してることを確認してください、このカメラね。で、点滅したら、このカメソーラーの Wi-Fi が飛んで、それを拾います。これだね、 WTWCA ってやつ。ほら、今つながった、リンクができたんで、で、完成をクリックっていうのを押せばもう繋がりました。で、今このカメラね、どんでて見るかって言ったら、こっちにね、デバイス追加したのが出るんで、こうやってね、映ってます。結構ね、遅延がね、少ないです。これも今ネット返して映ってるんで、離れたところで行きます。はいはい、って感じで、今みたいに接続がめちゃくちゃ簡単なんですよ。で、じゃあ実際ね、ちょっと僕いろいろ取り付けてきたので、参考事例としてどんなところに取り付けたか、ちょっと一緒に行きましょう。はい、行きましょう。はい、暑い、とても暑い。ってことで、さっきのね、カメラ、僕はね、こういう感じの工場のここにつけたりしてます。見えるかな、これね、さっきのカメラです。で、さらにね、こことか、ここ見えるかな、見えるかな、ここね。やっぱ防犯って意味でもそうなんだけど、太鼓とかね、
りがなってるのかっていう意味でも役に立つのかな、カメラは。で、見えるかな。いいよね、いい感じで、今ね、まあ、影になってはいるんだけども、これでもね、ちょっとずつ充電はしています。で、やっぱりソーラーなんで、影ができにくいところに置いた方が僕はいいかなって思ってます。まあ、防水なんで楽だよね。あんま変な心配しなくてもいいし、まあ、こんな感じです。じゃあどういう風に 見えるかちょっとまた見ますか。はい、今みたいな感じでね、防犯カメラつけてるんだけど、じゃあ実際見てみるか、どういう風に映ってるか。ちょっとここでほら、こういう風にもう今は工場の前がどういう風な状況になってるか分かります。で、充電もね、マックスですよとか、電波も Wi-Fi の電波もこのぐらい拾ってますよとかっていうのが分かるんで、ゲージで、これを見ながらね、設置していけばいいのかなって思ってます。で、工場裏ね、さっき影だったところ実際見ますか。はい、今ね、工場裏こんな感じです。はい、まあ見えにくい場合は自分でね、こういう風にやれば大きく見れます。はい、という感じで、取り付けね、設置とか取り付けとか、あとは接続ね、めちゃくちゃ簡単です。今まで来た防犯カメラの中では、まあ、気軽さで言ったらダントツですね。もう付けたいところに防犯カメラとネジさえ持っていけば、そのまま付けてもらえれば。あ、そうだ、気をつけてもらいたいのが、必ずね、接続した後に取り付けてくださいね。そうそう、これ順番間違えると結構難儀なんで、最初はね、防犯カメラに接続する場合は近くでやってください。で、これが終わったら、取り付けですね。こんなに気軽につけたらいらないだろうってところもね、やっぱ何かの時のね、予防策としてね、いいのかなって思ってます。はい、ということで、今回は塚本無線さんから発売されてるこのカメソーラープロね、とカメソーラーね、これねの防犯カメラ紹介したんですけど、下の方に、リンク貼ってるので、細かくはね、ちょっと皆さんぜひ各自でチェックしてみて使ってみてください。はい、ということで、この動画がね、面白かったらですね、ぜひね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また下のアラームボタンチェックと、僕ね、インスタ、ツイッターもやってるんで、ぜひね、そちらもフォローの方ください。また配信します。帰ってみましょう。バイバイ。